始まり始まり、今日の焦点北九州、お題は火の用心、秋の火災予防運動。突然ですが火事にまつわることわざです。対岸の火事、隣の火事に騒がぬものなし、火事跡の火の用心なんて結構あるんですね。そこで11月9日からは秋の火災予防運動期間、北九州市の住宅火災の主な原因について調べました。出火原因の1位はこちらです。コンロ。火の元から離れると火災になる恐れがあります。絶対に火をつけたままコンロから離れないでください。また火を消そうと水をかけてしまうと、高温の油に水が入ると一気に水蒸気となり、火のついた油がはじけ飛びます。コンロの火を止め消火器などを使いましょう。続いての出火原因は放火。放火されない環境づくりが大切なんだそうです。放火されないために家の周りに燃えやすいものを置かないようにしましょう。ゴミは決められた日時と場所に出すようにしましょう。3位はタバコ。タバコの不始末に気をつけましょう。吸い殻をそのままゴミ袋に捨て火種が残っているとゴミくずに火がつき火災になることがあります。吸い殻は水につけるなど確実に火を消しましょう。メタバコも火種が布団に落ちて火災になることがあります。4位はストーブ。洗濯物が落下するなどしてストーブによる火災が起きています。ストーブの真上に衣類などは干さないようにしましょう。5位は配線器具。埃と湿気などが原因で火災になることがあります。定期的にコンセントを抜いてコンセント周りを掃除しましょう。また使わないコンセントは抜いておきましょう。火災の危険性は日常生活に潜んでいますが、市民の皆さん一人一人の意識で確実になくすことができます。火の取り扱いには十分に気をつけて火災を起こさないようにしましょう。今日の焦点、油断大敵、しっかり火の用心、秋の火災予防運動期間。火を見たら火事と思え、用心の上にも用心を。